今日はどうもありがとうございます。これから、瞑想で前世を探るというそういうセミナーになります。私が山崎康夫と申します。よろしくお願いします。後ろにいるのはですね、妻の安子と申します。私が51歳の時に21歳年下の妻をですね引き寄せまして、意識の力で結婚したと。で、出会ってからこれまでですね一度も喧嘩したことがないと。で、お酒も二人とも大好きでですね、食べ物も食の好みもとかいろんな好みが似ておりまして、ちゃんと引きつけられておかったなみたいな話ですね。で、あと一時怪我をした時にですね、私が一生懸命看病して帰りましてですね、あれは素晴らしい妻と結婚したもんだって言われながらですね、とても嬉しかったんですけどですね、それはさておきましてですね、今日の瞑想で前世を探っていってですね、いろんないいことを起こしてしまおうと。このプログラムはですね、今日やるのはこの結婚力アップ集中プログラムっていうのをラジナスで行ってましてですね、で私ラジナスにですね、たくさんの方がいらっしゃっておりまして、これで、幸せな結婚をしたりとか、あるいは仕事でうまくいったりなんかしてる人とかっていう風な、人生で、うまくいってる人という風なものをですね、いろいろ分析していったところですね、その方々っていうのはこの催眠療法も複数回参加されてですね、瞑想セミナーには毎月のように参加されていてですね、たくさんラディアスに来ていただいていると、たくさんラディアスに来てもらうと、人生がうまくいくかと、そうやったらばたくさんもっとたくさん来れるように重要なものをまとめてですね、3割引にして提供しようとかっていうのでやってるのがこの健康力集中プログラムですね。で、多くの方もですね、この方法で幸せになってますけども、で、現在ですね、この結婚の現状っていうのがとても厳しいんですよね。で、国勢調査の結果、男女とも35歳を過ぎるとですね、その後の5年間で結婚できる可能性はわずか数%になってしまう。35までの間はですね、多くの方が結婚してるんですけども、そこまでにはしてしまわないとうまくいかないと。で、それでですね、そのうまくいかなくなってしまったのが、この50歳の時に一度も結婚してない人の割合というのはですね、障害未婚率っていうんですけども、なんとこの数が現在女性は7人に1人が結婚できなくて、男性は4人に1人が結婚できないと。これはそれから今3、40代の人はですね、女性は5人に1人が結婚できなくなってですね、男性は3人にしか結婚できないというのを、これは国勢調査の結果なんですね。ですから、ものすごく重大な、今時代になって、重大なその結婚危機という時代になってきている。これまた結婚できないというだけじゃなくてですね、結婚してもですね、3組の1組が離婚しちゃうんですね。これで2組1組がセックスレスになってしまうという、そういうふうなんですね。結婚すると表面上は幸せに見えますが、結婚は難しく、さらに幸せな結婚を持続させるのは至難の技というふうに、持続させるっていうのがですね、重要なということなんですけども、で、どうしてそれがうまくいかないのかというとですね、それであとこの障害未完の人がそんなにたくさんいるんだろうかというふうにですね、多くの人は考えるんですけども、この自分たちの親ぐらいのところではですね、非常に障害未婚率が低かったんですけども、1980年ぐらいからですね、ごわっと減ってしまったということですね。で、それで、どうしてなのかっていうと、この太古の昔、医療機関のない太古の昔はですね、食糧難や伝染病でどんどん死んでってしまったんですで、それでその時にですね、私たちは集団で生活していたと。ですから最初はですね、結婚してですね、子供ができましたって言ったらですね、この母子はですね、父が守っていたわけなんですが、やがて子供が大きくなってですね、その集団の中で暮らせるようになってくるとですね、この皆で母子を守ると。ですからお父さんはですね、浮気ができたんですね。で、お父さんは浮気ができてですね、やがてですね、お母さんの方もですね、子供が今度は完全に集団の中で生きられるようになって、もっと大きな年齢になるとですね、お母さんも新たなパートナー探しをすると。で、このなぜかっていうと、このDNA を残すということがですね、生物にとってものすごく大きな役割なんですね。ですから自分の DNA を残すと。ですから同じパートナーとの間でですね、子作りをしていた時にはですね、もしかしてこういうふうなことが起こると、自分のこの DNA を持っている人たち全員が死んじゃうかもしれないですね。ところが浮気をしてですね、別の DNA を持った
別の奥さんの DNA を持ったですね、息子とか娘がいたらですね、もしかしたらこの人がいがみてくれるかもしれないという、そういうふうなことなんですね。ですから DNA を残すということはですね、生物にとって非常に重要だと。でそれを我々のですね、生物のうちの一種ですからですね、これやってたわけですね。でこのようにですね、昔このこうやってですね、生き残りに必死とかっていうような感じだったわけなんですけども、この交差点が一段落したらまた生殖が可能な時期に、昔も早く死んじゃったんでですね、今でも新しいパートナーと結婚して子供を作れば生き残れる強い遺伝子を持った子供を設けられる可能性が高く、で太古の昔は生き残りに必死だったと。二足歩行が始まったのが今から600万年前 でその中で生き残れた種がですね、今の私たちなんですね。ですからこの浮気の申し子みたいな感じのものが私たちなんですね。ですから浮気をしたくなってしょうがないっていうのは、これはもう本能なんでですね、それを当てはめたらですね、その浮気をした人をですね、まあ、攻めとかなとは問題じゃないですけども、そういうのでですね、ちょっと浮気というふうなものに関して別の観点から見ないといけないなというふうに思いますね。で現代でも離婚が多いのは子供が3歳ぐらいの時で、本能で浮気をしてしまってですね、それで離婚しちゃうと。ですから食欲、性欲、睡眠欲、こういうのはですね、食欲は食べないと死んじゃいますし、睡眠欲も寝ないと死んでしまうと。で性欲の方もですね、これをどうにかしないとですね、子供を作る、子孫を残すことができないということですね。で、だから本能なのでやられないと。で、昔は集団生活をしていたんで、こういうふうな浮気というふうなものをですね、しても、自分の DNA を残せればよかったわけですけども、大家族になってくると、なかなかそういったことがやりにくくなってですね、核家族ではですね、もうほとんど浮気をしてですね、その子供を作った途端にですね、夫婦の崩壊とか、家庭が崩壊してしまうような時代になってきて、でも我々の本能は集団生活のままなんですね。それで、それからですね、うまくその子育て、離婚をしないでですね、子育てができたとしてもですね、子育て方法が分かんないんですね。集団での子育て方法は本能の中に入っているんですけども、核家族での子育て方法というのはどうしたらいいか分からないと。ですから、そしてですね、通常の恋愛とか結婚方法では子供が3歳ぐらいまでしか不具合が持たないと。でその様子っていうのはですね、ベネッセ教育研究所がですね、アンケートを取ってですね、見たんですけども、配偶者というと本当に愛していると実感しますかっていうのをですね、アンケートを取ると、まず、妊娠期、0歳時期、1歳時期、2歳時期とかっていうのを聞いていくとですね、妊娠してる最中にですね、もう、この動画で 75% なんですね、男女とも。妊娠してる時に 75%。25%。の人しか 75% の人しか配偶者というと本当に愛するというのを実感してないと。 25% の人は配偶者のことなんか愛してないよなと。これでずっと上は男性なんですね。男性で大体この 52% で 52% の人は子供が2歳半の時に2歳の時に 52% の男性は奥さんのことを愛してると思うんですけども、奥さんの方はですね、もう 34% しかですね、愛すことないと。ですから、もうこの 70% ぐらいのところはですね、旦那のことなんか好きじゃないんですよ、ね。好きじゃないけど、生きていけないからしょうがないから一緒にいるみたいな。あんたうちに帰ってこないって言うと、お金だけ入れてくればいいのみたいな、そんな感じになるわけですね。で、あとですね、4組の1組ができちゃった婚になってるんですよ、現在は。で、そうすると、できちゃった婚っていうのは、8割は5年以内に離婚してしまうと。ですから今、保育園が足りないというのはですね、こういう例がですね、非常に多かったりとか、離婚の例が非常に多かったり。それからあと、その我々にはですね、本能がまた闘争逃避反応という本能もあるんですけども、この闘争逃避反応というのは、自分よりも弱いものがいたらですね、やっつけてそれを食べてですね、自分より強いものが来たらですね、逃げるということですよ。食べられちゃうので逃げると。ところが、今は逃げちゃうとですね、自分より強いものが、会社の上司とかですね、取引先とかですね、そういうふうなところが来てですね、逃げるとですね、串の玉が首になってしまうから逃げられないと。それからよく言うんですけどもですね、この陳列棚に置いてある黒毛和牛のですね、この肉はですね、襲ってこないんですね、絶対に。襲ってこないんですけども、それを食べるということはですね、懐がやられてしまうという感じですね。ですから今は、我々は今ストレスだらけと。ですから、この深く愛し合っている心安らかな両親、愛情深く育てられた人が少ないと。だから身の心に大きな傷を持ってしまっているんで、いろんなことが重くいかなってとか、結婚が重くいかなってのがしてしまうと。ですからですね、そういうふうな、物もですね、今どうやってましょう、カーソルが出てくるんじゃないか、そのようなですね、この
愛の反対を恐れと。そこで愛情不足と周りを恐れ、自分の中に閉じこもってしまったり、相手の気持ちが分からず、相手を過剰に攻撃してしまったりなんかするので、社会教育、さまざまな問題が起きてしまうと。で、浮気も本能ですし、ストレスも本能。通常の恋愛方法の結果、今の、この世の中のような延長体になってしまった。だから結局、どういうふうにかってすると、通常のですね、偶然の出会いを元に、偶然の出会いを期待にしたですね、恋愛結婚方法はやめて、この意識の力で、私たちがやったようにですね、意識の力でですね、運命のパートナーと、魂同士で本当に、幸せな結婚をするというふうに約束をした運命のパートナーを引き寄せ結婚するというわけですね。で、その結婚しておしまいじゃなくてですね、その後もですね、自分を磨き、お互いの本能に打ち勝つほどの魅力的なパートナーで居続けるという、ここで、幸せな家庭を作っていくというふうにしておられる。でなんか こっちの方もですね、とっても難しいことで、こっちの方もとっても難しいことなんですけども、催眠と瞑想を使えばですね、ちゃんとできるようになってしまうんですね。で、そのきちっとその催眠と瞑想を使ったプログラムが、ラジアンスの結婚力アップ集中プログラムというやつなんですね。ですから、この、ずっとですね、自分の魅力をも高く保ち続けることもできてしまう。素晴らしいパートナーを引き寄せることもできれば、自分の魅力をですね、ずっと保ち続けることもできるし、それからと、この、すごい方法があるんですけども、相手のですね、潜在意識につながるというふうなこともですね、できてしまうんですね、その、このラビアンスの3人とかもですね、そうすると、相手にどんなことを、伝えれば、相手との人間関係が良くなるかっていうのがですね、分かると。ですから、かなりですね、この、素晴らしいことができてしまうのはラビアンスの3人とかそうという感じです。これで最近ですね、すごいことが分かりまして、このサイエンスゼロっていう NHK の教育番組なんですけども、このサイエンスゼロのですね、番組の中でですね、この量子力学というふうな学問がですね、さ最近は発達してきてですね、意識が行使に作用とかですね、意識を科学できる時代になった、意識の力を駆使すると幸せな結婚できるという感じなんですけども、ここは私が言ったんですけども、ここまではですね、この番組の中で言ってるんですけども、ここからですね、光を出すんですね。光を出すと、こちら側にですね、こういうふうな干渉島ができるんですけども、この時に、この人がですね、この光に向かってですね、左側のスリットからたくさん光通れというふうにですね、イメージをすると、意識を集中して3秒後にはですね、左側の方に多く取るという、こういうふうな実験がですね、されたというような報告をこの番組でするんですけども、実際に1人の人がやったんじゃなくて、250人の被験者を使ってですね、実験して、した結果ですね、ちゃんと意識を集中すると、左側の方だけに多く取るという、こういうふうなことがですね、できてしまう。で、そういったことを、またその科学でですね、観測ができると。ですから、意識で、光の振動を変えることができるとこういったことがですね、分かっている時代なんですよね。ですから、その意識の力を使って自分のですね、理想のパートナーを引き寄せると引き寄せることができると。これでその引き寄せの法則を使ってですね、引き寄せの法則というふうなものをですね、この瞑想というものを使ってですね、パワーアップしてですね、本当に自分の理想のパートナーを引き寄せられるようにしてしまうセミナーがこのアテンスの願望を実現するので、今度4月30日のですね、この日になりますので、ぜひ参加してください。それから、こういった方法を使ってですね、その自分は幸せな結婚できるんだという確信をした方がですね、この K さんという人なんですけど、アテンスのホームページに行きますと、K さんの話がですね、ちょっと内容によく強調してあるんですけど、どういうかというと、この人はこの結婚力アップ集中プログラムというのを受けましてですね、それで、自分がですね、心の傷を負っていて、その恋愛とかあんまりいかなかった。で、ナディアさんに来てこれを受けたところですね、その理想のパートナーの条件リストの 90% 以上を満たす恋人候補が続出したと。それで、婚活パーティーに行ったらですね、その2回連続してですね、指名独占状態。もう男性からお付き合いしてくださいと。指名独占状態。これで、起業してですね、ビジネスの本を、これまで荒地を出したことがないというのが大成功ですね。それからあと、この旅行に行ったときに、私が
この私のことをとても大事にしてくれる、男性、私の目の前にやってくださいとかしてですね、言ったところですね、まさにそのぴったりの人が来てしまった。ただ残念ながらその年齢を指定するのを忘れちゃいましてですね、30代の方なんですけども、18歳だったかな、大学生のですね、人に出会ってしまった。女性で若い分にはですね、男性の場合にうちは21歳と下ですけども、男性だとですね、まだ学生っていう側だと結婚するわけじゃないと思うんですね。その先お付き合いがないんですけども、ですけども、さて自分がこういうふうな男性と出会いたいというふうにすると、その人がですね、ちゃんと出会えるというふうなことをですね、確信してしまいまして、ですから私はもう本当に幸せな結婚をするんだというんですね、一生懸命頑張ってくれたんですけども、こんなことができたりとか、あるいは実際に、この方にはなんですけども、妻子ある方とですね、知らずに恋愛をしてしまってですね、それで、で、子供ができてしまったんですけども、で、その人にですね、ずっと普通のやり方で、結婚する状態というふうに言ってたら、なかなか結婚するようになったんですけども、この意識の力を使ってですね、相手にですね、わっとですね、エネルギーを送ったところですね、見えたら結婚できたという話ですね。そうやって意識の力というのを使うとですね、自分の人生をですね、大きくクリエイトすることができるということになります。自己紹介なんですけども、私の社会人デビューがですね、テルモ株式会社というところで、で、皆さんもですね、お使いになったことがあると思うんですけども、テルモの、電子体温計はですね、実は私が作った体験なんですね。ですから、これから病院とかに行って、あるいはご家庭でですね、電子体温計を使うときにこれが出てきたら、山崎がそれを作ったと思いますね、思い出していただけるとですね、嬉しいんですけどもですね。で、その後手首で貼る血圧計というのの研究をしていたところ、ソニーのソリューションのリコ・マスル氏もですね、この当時は、名誉会長というふうな職員になりましてですね、で、経営の大臣から退いたので、自分の好きな音をしようということで、どんな音をしたかというと、この昔の人はこの手首で脈を測って病気の診断をしていた。これで、この手首で脈を測るということをですね、してですね、そのデータをたくさん蓄積していたお医者さんがいましてですね、そのお医者さんと一緒に、今度はこの手で測るんじゃなくって、人間の手を使って測るんじゃなくって、加速度センサーを使ってですね、波形を測って、それをコンピューター解析をして、どんな病気か診断してしまおうと、そういうふうなことをですね、していました、このソニーのソリューション。でそうした時に、私もメッパーを手首で測ると、ソニーのソリューションもメッパーを手首で測るということで、見計らいでソニーに来ないかという話になりまして、ソニー社になったんですね。でソニー社になりまして、これがですね、ユーカーマーサル氏の直轄部隊、このユーカーマーサル氏が自らこの所長になったですね、生命情報研究所というところにですね、この配属になったんですね。これが若い頃の私なんですけどもですね、で配属になりまして研究をしていると。でどんな研究をしていたかというと、がんの自然退縮というですね、そういったものの研究をやっておりまして、で、がんの自然退縮っていうのはどういうのかっていうと、東洋医学とか西洋医学とか、そういう医学とかっていうふうなものを使わずにですね、がんを治してしまうと。これで、で、このテーマでですね、にしたのはなぜかというと、ここに映っているこのサイモント博士。この人は放射線科のお医者さんなんですけども、この人がですね、放射線を当てて、がん細胞をやっつけるというふうなことをしていたんですが、ところが、昔だったんで、なかなかそのうまくいかなかった。それで、このサイモントン博士の奥さんがですね、心理療法家だったんで、このサイモントン博士にですね、人の心、人間は心の持ちようで、がんが良くなったら良くなったりするというのをサイモントンさんに伝えましてですね、そうと。これだったらば、じゃあ、がん細胞をやっつけて喜んでもらってるイメージをしたら、きっと治るんじゃないかというふうにやってみたところ、末期がんでもなるということが分かりまして、それで、そのがんをですね、治療している様子を、がんのセルフコントロールという本にまとめまして、それで出版したと。でそしたら、これが瞬く間に売れましてですね、で、いろんな国にサイモントンセンターというのがありまして、日本にもですね、サイモントンジャパンというこのサイモントン療法がやるところがあるんですけども、でそういうふうな、ことになっているんですが、この最高のやり方こそがですね、ソニーのソリューションに行くところの、病気にならない体を壊せるためのという研究をするというテーマにぴったりだということでですね、それで、この研究をしようというふうになったわけなんですけども、で、この時にですね、医学的な検証もしなければならないということがあったんでですね、ソニーだけではできないんで、国立精神神経センターの免疫研究部のですね、
お医者さんとですね共同研究をしてこれをですね、飲み出すと。でどんな共同研究をしたかっていうと、このネズミの脳、ネズミというのを使ってですね、ネズミの脳にいろいろと穴を開けてですね、この快楽中枢に電極を刺して、これで、がん細胞を皮膚に植え付けておいてですね、電気刺激あり人為的に快楽な状態にしてあげるというのとですね、こっちの方は電気刺激なしで特に快楽な状態を作らない、でそういうふうにするとですね、実際に、この皮膚のところのがん細胞を培養してですね、放射性同位検査を入れて培養してあげますとですね、あの放射線が出るんでですね、あ、なるほど、がん細胞がこうやってあげるというのが、でがん細胞をこうしてるのは白血球なんで、白血球の様子をちゃんと調べてみますと、白血球が活性化するということが、これなんで、このでところがこっちの方のですね、電気刺激しないの方はですね、このがん細胞が壊れるということもないし、白血球が活性化するということもある。ですから、この、しっかりとですね、快楽中枢をですね、刺激してあげればですね、がんが治るということが分かると。じゃあ、人間の場合にはどうすればいいのかっていうのはですね、病気のような方をご紹介する研究で、最初はサイモンと合わせのようにですね、イメージトレーニングでもって、やってたんですけども、なかなかイメージトレーニングはあのソニー社員を集めてしてもらったんですけども、かなと。じゃあイメージトレーニングにもっと良い方法はないだろうかというのを見つけたところ、サイモンと瞑想というのが見つかりまして、それで、この研究をやっているところ、そのサイモンと博士も一番最初はイメージトレーニングだったんですけども、こっちの方ですね、瞑想で直すという感じ。ですからソニーで辿った道と同じ道を辿っているということは、ソニーでやってた研究の方は正しかったということになるんですけどですね。これ で実際に、こうやって行っていったところですね、こういう研究をしていたところ、ソニーのソリューションが広まってしまった。これで世の中にですね、PL 法という法律が施行されてしまった。PL 法っていうのはメーカーが作ったものがですね、事故を起こしたり何かしたりとか、不具合を起こしたら、それをですね、リコールとかという形でですね、どうにか対処しなきゃいけないと。で、対処をしきれずにですね、もし事故が起きてしまってですね、誰かが死んでしまったら、ソニーの過去がランクインしてしまうということで、ソニー内ではですね、医療機器の研究はしないんだというふうなことになってしまったんですね。これで、その生命情報研究所は医療機器の研究部隊だったんでですね、他の医療機器の研究部隊がなくなったのと同じようにですね、なくなってしまった。これで、それなので、このソニーでの研究成功を社会に還元しようっていうんでですね、ガーデンスっていうのを作ったんですね。で、しばらくしてから独立したわけなんですけども、これを作りまして、瞑想と催眠による社会貢献をしたっていうんでですね、この勲章をいただいてしまった。で、その勲章は、そのポットのところにありますです。なんか赤いのは、ちらっと見れるみたいだったんですけども、そこのところにですね、ありますので、まず見ていただけるとですね。でこれで、これがですね、ラディアンスの紹介 でこれを聞いていただきますとですね、ラディアンス、どんなところなのか、なんか、こういうふうな狭い部屋に押し込められた部屋なのかなというふうに思っていただく面もあるかもしれないですけども、これ安心してですね、見られるところと。それからまた、この、マンションの一室っていうのもですね、非常に重要なんですね、催眠とかも見つかるときには。催眠の最中っていうのは、意識を子供の頃に戻したりとか、それは前世に戻したりとかするだけでなくですね、その人のいろんなプライバシーについてもですね、聞いていくんですけども、でその時に複数の、人が例えばこの部屋であったりとか隣の部屋もあったりとかするんですけど、その時にですね、他の人にですね、その話した内容を聞かれるとまずいというようなことがあるので、絶対に音が聞こえないような、工夫をしないといけないんですね。でそういったことをですね、いろいろこれまで試してきたんですけども、パーティションとか会社などで使っているパーティションとかを使ったりしてもですね、音というふうなものを遮断することができないんですね。ですから、でどうしたかというと、結局のところ、最初からそういった構造を持った畳の建物をオンにしないといけないということで、行き着いたところがですね、特殊構造を持ったマンションと。こっちのクローゼットが、こちらの辺のクローゼットがこっちにあってですね、隣の辺のクローゼットがここにあるんですね。そういうことは、このクローゼットの空気の層があるんで、隣の部屋の音が聞こえないという、そういうような特殊な構造の、建物をですね、見つけて入れば防音できるという、こういうことが分かりましたですね。それでこうやってやっておるんですけども、それで、この催眠や瞑想のことの話なんですが、この催眠や瞑想のですね、意識状態っていうのは変性意識状態っていうんですけども、この意識状態になりますと顕在意識と表面意識ですね、表面意識を言うんですけども、このそれは潜在意識の、を隔てるですね、統合膜という膜があるんですが、この膜の力をですね、催眠瞑想の意識状態ですと一時的に弱めることができると。
で読めたらこの中にある性格のデータなんですけども、この性格のデータがどうなってるのかっていうのを探っていってですね、プラスのままプラスとかニュートラルを生かしてですね、マイナスというふうなものを見つけたら、これを打ち消すようなプラスのデータを入れることができるんですね、催眠瞑想の時に。普通の使用体ですとこの統合力の力が堅固なのでそういったことはできないんですけども、催眠瞑想の使用体になるとそれが可能になってくる。でそれでですね、ですからこれまで皆さんがですね、一生懸命自己改善をしようと思って頑張っててもなかなかできなかったのが、この催眠瞑想の使用体になるとですね、できるようになってくるということになります。ですからこれから先はですね、自己改善とか性格改善とかしたいなと思ったら、これまでは方法がなかったんですけども、これからですね、催眠と瞑想をやっていけばできるという、そんな感じになりますね。これでこの瞑想の話なんですけども、なんか今日は暑いですね。ちょっと大丈夫ですか？暑くないですか？私一人で暑くなってるのかなと思ってますけど、そういうわけでもないですか？ですね、この日経ビジネスとか日経サイエンスではこういうですね、前途経営とかっていう特集が出されまして、アップルのジョブズとか京セラの永野さんとか安倍総理がですね、瞑想してるっていう、こういうふうな記事が載ってたりとか、それからあと、次にですね、インテルとかグーグルとかフェイスブック社では社員教育で瞑想を取り入れてるとかっていうのを聞いたことがあります、ね、で取り入れてまして、で、なぜこのしてるかというと、この普通の企業ですと、うつ病になる人っていうのはですね、30人に1人ぐらいなんですけども、それでもまだ多いんですが、こういう IT 企業ですとですね、10人に1人がうつ病になってしまうという、そういう時代なんですね。それなの で,、でうつ病になる原因っていうのが、セロトニンという脳内伝達物質の枯渇によるわけなんですね。ストレスによって枯渇するわけなんですけども、ところが瞑想するとですね、セロトニン、瞑想自体がですね、セロトニンを増やす、セロトニンという脳内伝達物質があるので瞑想の状態になるということで、瞑想の状態になればセロトニンが増える、セロトニンが増えればうつ病をですね、予防できるということで、そういったことでこれを取り入れてるわけなんですね。ですけども、その IT 企業なんでそのうつが多いんですよってことは表面的に言えないので、このこういった会社はですね、生産性の、社員の生産性の向上のためにという、そういうような名前でですね、それがマインドフルネス、ストレス低減法っていうのが本来の名前なんですけども、マインドフルネス瞑想とかっていう形で、ね、にしてですね、そこら辺のことを言わないで、このやってるわけなんですけど、実はこのストレスを低減して、うつ病にならないようにしようっていうふうなのを目的でやってるわけですね。でですね、ラデナスの瞑想法っていうのがこのソニックメディテーションっていう瞑想法なんですけども、旧来の瞑想法っていうのはですね、苦行をしないとですね、本来の瞑想の効果をですね、享受できないんですね。と苦行っていうのはどういうのかというと、仏教とかですね、ヒンズー教が他の瞑想法は元になっているので、仏教とかヒンズー教っていうのはですね、ヒンズー教は牛は神様だみたいな、神様の乗り物だったなんかでですね、食べちゃいけないとかっていう感じなんですけども、仏教の方になってくると摂政自体をしてはいけないと。ですからこういうふうな瞑想なども、瞑想中はですね、そういうふうなものはなるべく食べないようにしましょうとかっていう感じでですね、それからあとお酒も飲まないようにしましょうとか、そんな感じになってきてるんで、それからあと滝行とか、なんかそういう体をこの痛みつけたりできないとかですね、なんかですから、結局何かっていうと、新陳深い人とか練習が大好きな人とかっていうふうな場合ですとどんどん上達するんですけども、そうじゃない人はですね、普通の人はなかなか上達が難しいんですよね。だからそういうふうにしなくても、この日常、瞑想を日常にですね、生かす技能を短期間で楽しく身につける方法はないだろうかっていうので見出したのが、このラディナスのソニックメディテーションという瞑想法ですね。で、この瞑想法は、なんとですね、この、すごいんですよね、3回のセミナーに参加していただきますと、この月2日間標準コースっていうのとですね、月1日間濃縮コースってなるんですけど、標準コースっていうのはこの土日、第3土日。ここで濃縮コースっていうのは第4日曜っていうような感じでですね、やっていまして、で1月期、4月期、7月期、10月期っていうような感じになるんですけども、今度はですね、4月期が始まります。これで、このですね、標準コースに出たんだけども、この時、これが都合をつけることができなかった。そしたらじゃあ、
ちょっと間違えてますね、5月27日ですね、これ5月にですね、出ればいいと。これでまたこっちに出るときに行くし、6月に脳死亡するようにする。ですから、こっちの、どっちでも、少ない方に出てもいいですよ。それから、もしこの4月に出てですね、この、5月の19、20、5月27、これも出れなかった。そうした場合にはですね、この次の7月にこの2回目は出てですね、その6月の16、17、6月の25日のどっちかにですね、3回目はそのまま続けて3回目もいいですよ。そうやってですね、非常に臨機応変にですね、参加できるようにしまして、で、1回これに出たらこれでおしまいっていうんじゃなくて、その再受講制度っていうのもありますのでですね、毎月毎月来てもいいですよ、というふうな形にですね、なっております。そういうような感じで、その瞑想のですね、非常に素晴らしい瞑想法をどんどん身につけることができると。究極の瞑想法っていうのを言ってもですね、過言ではないぐらい、すごい瞑想なんですけどね。で、どうしてそんなにそのすごいかと言いますと、音と色と意識と言葉のエネルギーを使って、このチャクラというふうなものとか、オーラというのをですね、活性化してしまうと。で、チャクラというのは、これは第一から第七まであるんですけども、これどういうのかと言いますと、脳から神経が伸びてきまして、これで分岐してると。分岐してると。分岐してると。で、こういうですね、分岐点。例えばこの第三チャクラっていうのはですね、ここのところに、みぞおちのところにありましてですね、ちょうどこういった、消化器系、このところにですね、行っておるわけですね。で、このところにですね、まるでこの太陽の光のようにですね、神経が伸びているっていうんで、このところをですね、太陽神経層というのを呼んでるんですけども、このようにですね、神経の分岐点のことを神経層っていうんですけども、各チャクラがその神経層に当たるわけですね。それから、この各チャクラに対応したですね、内分泌腺というのがありまして、この、第三チャクラの場合ですと、膵臓のインスリン、膵臓がですね、インスリンを発しているというふうになります。ですから、そのように脳から各臓器に行っている神経の分岐点がチャクラなんでですね、そのチャクラの働きを活性化してみると、人間のこの健康状態とか能力の状態をですね、著しく上げることができると。これで、それでその、このチャクラにですね、特有の共鳴をする音と色というのがあってですね、それをですね、私がですね、皆さんに向けてですね、イメージしてもらうように発すると。で、そうすることによって、皆さんはそれをイメージすることによって、音差でですね、共鳴箱をこうくっつけてですね、向かい合わせをとくと、同じ周波数の音差だったらば、片側を叩くと片側を叩いないように振動したしという、こういうふうな、特性がありますので、皆さんのこのチャクラをですね、長年のですね、瞑想をした結果、やっとこれがチャクラが開くというのは一般的な瞑想法なんですけども、このライデンスのソニックペンテーションですね、その場でこのチャクラを開いたりとか閉じたりとかというのはできるんでしょうと。で、一回このセミナーに来ていただければ、あとはですね、自宅では、この私のですね、誘導瞑想を録音したものを今日はですね、自宅でも開いたり閉じたりというのができるようになっていると。慣れてくると、私の誘導瞑想を聞かなくても自分一人では開いたり閉じたりすることができるようになってしまうと。こういう非常に素晴らしいことなんですけどね。で、この、世の中のですね、エネルギーっていうのは振動数が高くなれば高くなるほどですね、エネルギー量が強くなるんですけども、ですけども我々がイメージできるエネルギーっていうのが可聴域の 音のエネルギーとですね、それから可視域のこの光のエネルギーと色のエネルギーとですね、あとはこれ直接はイメージできないんですけども感知することができるとか、この部分が意識のエネルギーですが、この膨れ上がるわけですね。これをですね送ってあげますと3つのエネルギーにプラス言葉のエネルギーを使ってですね、で皆さんのチャクラの状態をですねどんどん活性化していったり、あと、シャガラだけなく、オーラの状態もですね、きちんと整えることができてしまうと。で、この、第一チャクラは、この尾低骨のあたりにあるんですけども、この第一チャクラっていうのは、って音と赤色に共鳴すると。これは第二チャクラはですね、うーって音と大々色に共鳴すると。第三チャクラは、おーって音と黄色に共鳴すると。で、この、第六チャクラはですね、眉間のところにありまして、いーって音と藍色に共鳴すると。藍色っていうのは、この、紫色と青色がある。これが混ざったやつなんですけども、これで7つのチャクラをしっかりと開きますと、このオーラというふうなものがですね、整えることができるということで、この
ガイディナスのですね、このソニックメンテーションによってチャクラとオーラを視覚と活用できるんですよ。で、オーラっていうのは、こういうのが見えるようになりますよとかっていうんじゃなくてですね、実は人間と人間との間をですね、繋いでるのがあって、で、この物理学で、さっき出てきましたけど、物理学が非極在性っていうですね、法則があって、互いに同時に発生させた2個の、素粒子、電子でも光子でもいいんですけども、それは片側が変の回転が変化すると、もう片側もですね、変化するという、こういうふうな、こう、なんていうんですか、現象があるんですね。で、そうすると、我々がですね、発生してから、地球って宇宙ができてから、非常に長い間、たくさんのところでですね、同じような、素粒子がですね、発生すると。その片割れと片割れがですね、あればですね、その我々のこの細胞の中にたくさんの原子とかそういうのがあると。ですからこれをですね、片側が変化するともう一人別の人がいたとするとそっちの方の人も変化するわけですね。でそういうのを複雑に、いろんな人との間にですね、共有している電子があるんで、その電子とか飛行士を通じたつながりというふうなものをオーラというふうに言っているんですね。ですから人とのつながり、人間関係とかというのがこのオーラですけども、ですからそれを、チャクラを開きオーラを整えるということは人間関係とかいろんなものとの関係をですね、スムーズにすることができてしまうというのがこのオーラですね。でこの瞑想するときに重要なのが、こう自ら積極的に探るというふうなこと で、この場合には、催眠ってなってますけども、催眠と瞑想の意識状態は変性式状態という意識状態でですね、同じなんですね。ですから催眠という手段を使って変性式状態、式状態に入る、瞑想という手段を使って変性式状態に入るということで、ですからその手段が違うんですけど目的が同じなんでですね、両方とも同じような考え方で深く入ることができるんですね。でこの方は九州大学の名誉教授の岩川さんの成瀬美作という人なんですけども、一生のおかげでですね、催眠の研究をずっとしてきた人なんですが、でこの人のブログにですね、従来催眠中のクライアントは自分の意思を失い暗示的に機械的にしまうと考えましたが、それは誤りだと。実際に暗示場では達成しようとする彼自身の下着通りの結果だというふうに書いてあるんですけども、この人がですね、こういった研究をする前までは催眠というふうなものはなぜ、そういう現象が生じるのかというのはですね、よく分かってなかったんですね。ただこの人の研究によってこういうふうなことなんだということが分かってですね、ですから、これを、別の言葉で言ってみると、催眠にかかると意識がどっかに飛んでいってしまってですね、まるでロボットになったかのように催眠中の言いなりになるというふうにこれまでは考えてきたんですけども、そうじゃないんですよと。実際にはその催眠をですね、受ける人がしっかりと催眠の状態になろうと思って努力した結果それが成り立つんですよということなんですね。ですから催眠というふうなものも瞑想というふうなものも、その催眠の誘導を受けるから、瞑想の誘導を受けるから瞑想の状態に入るんじゃなくて、その受ける人がその状態になろうというふうなことで主体的な努力をした結果になるんですね。それでそのですね、その誘導する側としたら先ほどの言ったエネルギーを送るとかですね、それから単調なリズムをですね、伝えてあげるとかというふうにするとですね、セロトニンの分泌がですね、非常に、活発になってきて催眠瞑想の状態になるんですけども、でそのなるんですけども こちらの方がそのティーチャーの方がですね、一生懸命頑張ってもですね、それを、受ける人の方がですね、協力していただかない限り何もできないと。だから催眠を使ってですね、嫌がる相手を言いなりにして何かしてしまおうとかっていうふうなことはですね、できないと。それは瞑想を使って洗脳してですね、で、こちらの言いなりさせてしまうっていうこともできない。この受ける人が本当にその自分がやりたいなと思っていただきますとですね、もう受けるというふうな感じです。これで、催眠や瞑想の状態になったとしてもですね、意識がどっかに飛んでいってしまうということはなくて、普通の式状態で目をつぶっているときとなし、瞑想の状態に入ったという自覚はほとんどない。それからさっきも言いましたけども、自らが積極的にイメージしない限り、人がイメージをコントロールされるわけないということですね。ですから積極的にやっていただきたいと。で、これからですね、ソニックメディテーションのですね、瞑想の状態になっていただくんですが、この時にですね、姿勢は、なるべくですね、両足を、床につけると。で、その、背もたれ、はですね、使わない方がいいんですけども、やっぱりこの普段から体幹を鍛えてないとですね、ずっとまっすぐの体型でいるというのは難しいんで、
なるべくその椅子に深く腰をかけてですね、最初からこの、背もたれをですね、ピタッと背中をくっつけちゃうと、これで姿勢を良くするというような感じがですね、いいんですよね。これで、背骨はですね、まっすぐにして頭をですね、上に乗っけるような感じ。顎を引きましょうとかってよく言うんですけども、顎を引くとですね、大抵の人もですね、だんだん前傾姿勢になってですね、寝てしまったみたいな感じになりますので、ですね、ちょっと上を向いておくと。それから、この手はですね、手のひらを上にしてですね、で、ももに乗っけとくというような形でですね、やります。それで、呼吸は鼻から吸って鼻から吐きます。口から吐いてなんかするっていうのも、そういった方法もあるんですけども、喉が渇いてしまうんでですね、長い間やってられないですよね。ですから、鼻から吸って鼻から吐くということをします。それから、ですね、目を、何度もその意識を第一チャクラに向けてですね、尾てい骨のあたりに向けて何度も深呼吸をしてくださいと。それからその第一チャクラが共鳴するですね、うーんという音をですね発しますので、それを聞きながらですね、その、私がうーんと言った間中ですね、鼻から息を何も言わずにですね、鼻から息だけをうーんとかで吐いていっていただきたいんですよね。で、その大体10秒ぐらい吐き続けますのでですね、普通の、呼吸というのは数秒で吸ったり吐いたりしてるんですけども、結構長く吐きます。で、長く吐くとどんないいことが起こるかというと、吐く息と、息をですね、吐きますとですね、副交感神経が優位になるんですね。息を吸うと交感神経が優位になると。ですから、我々はですね、普段から副交感神経、じゃあ、交感神経優位になっているんでですね、鼻から息を長く吐くことによってですね、副交感神経と交感神経のバランスを取ることができる。ですから長めにですね、吐いていってください。それから、赤色の、光をですね、吸ってる状と様子をイメージくださいとか、尾てい骨のあたりが赤色に輝く様子をイメージくださいとかって言います。で、その時はですね、自分の中で赤というふうな色をですね、イメージしていただいて、まあ、実際にこの尾てい骨のあたりがまるで蛍になったかのように光っているという感じにですね、イメージしていただいてもいいんですけども、ただ赤というのをイメージしていただいていればそれは OK です。これこの赤というのにもいろんな赤があるんですけども、皆さんが赤というキーワードで心の中に思い浮かぶ赤って OK ですのでですね、何か特別な赤を思い上げらなきゃいけないということがあります。それからあとこの瞑想っていうのはイメージをですねすればするほど上手になりますので、私がですね母の大地のエネルギーとしっかりとつながっている様子をイメージくださいとかっていうような感じで瞑想中に言ってきますので、私が言うように、イメージをしていってください。正確にしないといけないっていうんじゃなくて、私が何かそういったイメージをしてくださった時に頭の中に浮かんでくるイメージをですねしっかりと続けていただくと。それからまた瞑想の最中はですね雑念がたくさん浮かんできます。で、雑念が浮かんできたらその雑念をですね、頭の中で展開してしまうとですね瞑想の状態になれなくなってしまいますので、雑念が浮かんできたら目の前に川が流れているっていうイメージして、その川の流れの中に雑念をこうやって投げ込んでしまうというふうな感じですね、やってください。それからまた、瞑想しているときにですね、目をつぶっているのでですね、寝不足の方の場合ですと、眠くなってしまうんですね。で、そうしたときにはどうすればいいかというと、この手と足の筋肉にグワッと力を入れてですね、で、深呼吸をしていればですね、眠気から覚めることができますのでですね、そんな形のですね、注意事項でもってですね、これから瞑想を行いましょう。それでは一番最初はですね、この瞑想の体験をするというふうなことを始めます。よし、それじゃあ、よろしくお願いします。普通の瞑想法は、多くの方がご存知の瞑想法は目をつぶってですね、呼吸をしたりとかするだけなんですけども、私のナレーションがですね、たくさん入っていきます。そうすることによってですね、雑念が少なく、より雑念が少なくですね、いろんなイメージができるという、そういうですね、それなので、3ヶ月という短期間でですね、本格的な瞑想法が身についてしまうということなんですね。それでいきましょう。まず瞑想の体験をこれから行います。
目をつぶって、深呼吸を1回してください。意識を第一チャクラ、鼻底骨のあたりに向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を鼻底骨のあたりに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。意図的に口角を上げると、心の中がとっても楽しくなります。そしてお腹を膨らませて、吸う息とともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。そして吐く息とともに、鼻底骨のあたりが温かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。第一チャクラを開くと、上手なグランディングができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身か母なる大地のエネルギーとしっかりとつながっているところをイメージしましょう。大きな安定感を得ている様子をイメージしましょう。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。実際に母なる大地としっかりしっかりとつながっている様子をイメージしながら、鼻から息を長く吐きましょう。そ、今度は意識を第二チャクラ、下腹に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下腹に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、ほがらかに鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませて、吸う息とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに、下腹が温かなオレンジ色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、ほがらかに鼻から息を長く吐きましょう。そして想像力を100万倍働かせて、自分自身が実際に生きる希望にあふれている様子をイメージしてください。生きる希望にあふれ、生き生きとしている自分自身をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。雑念が浮かんできても、決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れをまき、その中に投げ込んでしまいましょう。さあ、今度は意識を第三チャクラ、みぞおちに向け、何度も深呼吸をしてください。意識をみぞおちに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに、みぞおちがきれいな黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。第三チャクラを開くと、自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍働かせて、呼吸とともに、
自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてください。大きなパワーが湧き上がってくる様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。おそこに意識を第4チャクラ胸に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。あそしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに胸がきれいな緑色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。あー第4チャクラを開くと無条件のエネルギーを感じます。想像力を100万倍働かせて、自分自身か自分を愛し他者を愛しているところをイメージしてみましょう。そうしていると他者からも愛され、無条件の愛のエネルギーを感じ取ることができ、とってもいい気分です。あゆっくり恐れそうになったら、手と足の筋肉にグッと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。そこで意識を第5チャクラ喉に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに青い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。第5チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力が得られます。想像力を100万倍働かせて、自分自身か自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も快く聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。雑念が浮かんできても決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れの中に投げ込んでしまいましょう。眠気が浮かんできたら、手と足の筋肉にグッと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第6チャクラ頭の中心に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて、鼻から息を長く吐きます。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに藍色の光を吸い込みましょう。吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。
第六チャクラを開くと素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍働かせて自分ちんか真実を見通している様子をイメージしてください。直感力にあふれている様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしてください。そうしてると心が豊かになりとってもいい気分です。いさあ今度は意識を第7チャクラ頭頂に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭頂に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら吸気とともに紫色の光を吸い込んでいる様子を想像してください。吐く息とともに頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第7チャクラを開くとワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍働かせて自分自身が工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。すべてを理解しすべてを知るすべては一つであるというワンネスの世界をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。これで深い瞑想の状態に入りました。想像力を100万倍働かせてください。そして頭上遥か彼方から美しい一点の光の玉が近づいてくる様子を思い描いてみましょう。そうです、その光の玉はあなたを前世に導いてくれるガイドの光です。あなたを案内をしてくれるガイドの光、想像力を100万倍働かせて思い描いてみてください。そしてガイドの光は宇宙の中心から光よりも速い速度であなたの元にやってきてくれます。美しい光の玉がスーッと目の前にやってくる様子を想像力を100万倍働かせて思い描いてみましょう。そしてガイドに出会えたことに感謝をし、その美しい光の玉をじーっと見つめていてください。とっても明るいのに眩しくなく、とっても明るいのに熱くもなく、とってもいい気分で観察していることができます。さあ美しい光の玉、想像力を100万倍働かせて思い描いてみてください。そしてその光の玉をじーっと感謝とともに観察をしていると、やがてその光の玉が何かの人型に変わっていきます。キリストさんやマリアさん、ブッダやギリシャ神話の神々でもいいですし、理想化された自分自身とかご先祖様とか、可愛らしいキューピッドのような、あるいは妖精のような形でもいいですし、あなたが信頼できる人のようでもいいですし、人型に変わっていく様子を思い描いてみてください。ガイドが人型に変わっていきます。どんな人型でも構いません。あなたが好きな人型を思い描いてみましょう。そしてそのガイドに出会えたことに感謝をし、あなたが一歩足を踏み出すと、ガイドもあなたの方向にスーッと近づいてくれます。想像力を100万倍働かせて、目の前にガイドがやってきている様子を、机の音で言うのです、でっち上げで言うのです、空想で言うのです、思い描いてください。
そしてそのガイドをギュッと抱きしめましょう。ガイドも抱きしめ返してくれます。ガイドの感触を感じ取ってみてください。そしてそのガイドをさらにギュッと抱きしめると、ガイドはあなたの体の中にスーッと入ってきます。ガイドのエネルギーが胸から足のつま先、胸から手の指先、胸から頭のてっぺんに広がっていきます。ガイドのエネルギーが体全体に広がっていって、とっても大きなパワーと安心感を得ている様子を思い描いてみてください。想像力を100万倍当たらせて、ガイドのとっても大きなパワーと安心感を得ている様子を思い描いてください。そしてガイドに褒めてもらいましょう。今日このセミナーに参加したこと褒めてもらってください。そしてこれまで自分の人生をしっかりと生きてきたこと、それを褒めてもらいましょう。何か心の中に思いやメッセージがまるで自分の思考のような形で湧き上がってくることでしょう。それがガイドからのメッセージです。さあその自分の思考や思い込み、区別できないようなメッセージです。瞑想中にやってくるメッセージはこのようなメッセージがやってきます。さあそのメッセージを受け取ったら、ガイドに出会えたこと、ガイドに褒めてもらえたことに感謝をしていると、ガイドはあなたの目の前にスーッと姿を現します。そしてガイドに出会えたことに感謝をしていると、ガイドは再び光の玉になり宇宙の中心に戻っていきます。感謝とともに見送ってあげてください。さあガイドを見送ったら、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう。意識を頭頂の第7チャクラに向けましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが沈まります。第3チャクラ、みぞおちのエネルギーが沈まります。第2チャクラ、下腹のエネルギーが沈まります。第1チャクラ、尾低骨のあたりのエネルギーが沈まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、手の指を曲げたり伸ばしたりしてください。そして手首、足首を曲げたり伸ばしたりしてください。そしてさらに体全体の筋肉にグッと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。という感じでですね、瞑想を体験していたんですけども、ちょっとあの感想を聞いているとですね、その時間が今日はなくなってしまいますので、これもまあ次行きますんでですね、よろしくお願いします。今度はですね、前世対抗のコツなんですが、これ大丈夫そうですか。前世対抗のコツなんですけど、どうやって前世に行くかって言いますと、まず、この時にですね、この催眠中は、催眠中って書いてあるんですけど、瞑想中も同じですね、考えないということが重要です。でこれは前世療法っていう本でですね、有名なブライアン・ワイスっていうですね、人が書いた本なんですけども、この魂の判事って書いてあるんですが、この本の中にですね、出てくるものは想像の産物なのか、それとも幻想なのか、シンボルのものか、それとも実際の記憶なのか気にしなくてもいいのです。ただそれを体験してください。自分が体験していることを頭で判断したり、批判したり、解釈しないでください。ただそれを体験しましょう。判断は後でできます。しかし今のところはただ体験してればいいのです。という形でですね、どうしても前世療法をすると、これって本当の前世なのと。
自分が今行っていることっていうのは正しいんだろうというふうなことでですね、いろいろ頭で判断したりですね、批判したり解釈しようというふうにしてしまうんですけども、そういったことをですね、前世を見ているときにはですね、しないように、気をつければ、気をつければですね、なかなか誰もはしちゃうんですけど、なるべくしないようにするということですね。これで、前世というのは本当にあるんでしょうかというふうな人がですね、多いんですけども、まあ、私はあると思うんですが、まだ科学的にですね、これをですね、確かめられていない。なぜかというと、現在ですね、タイムマシンがないと。タイムマシンがあればですね、前世に行ってきましたって言ったらですね、じゃあタイムマシンでも行ってきましょうみたいな感じですね、その日付とですね、時代と組み合わせてですね、それでギュッと飛んでいって、あ、なるほど、同じ人がいたねっていうの、そういう前世があるっていうのがすぐに分かるんですけども、ね、残念ながら今タイムマシンがないんでですね、それからまた、現代科学もですね、この前世を確かめられることで進歩しないと。だからこの、前世のですね、今本当にあるのという感じでですね、思ったところでですね、何もないと。ガリレオがですね、昔地動説を唱えた時もですね、このガリレオ以外はですね、この地球が太陽の周りを持っているとかっていうふうなことをですね、確認できる人もいなかったんで、宗教差別に加われて許せなかったんですね。で、それと同じように現在もですね、科学がそれほど進歩してないんでですね、前世っていうのはあるかどうかわかんないんですけども、ところが分かっていることはですね、過去性会議、これは前世ということなんですけども、過去性会議で出てくる前世が事実か否かわからない。過去性会議に得た情報を生かすことによって自己改善ができると、これは確実だということですね。これをですから、こっちの前世があるとかないとかっていうふうなものは脇に置いておいてですね、前世療法で、過去性会議療法でですね、しっかりと自己改善してしまいましょうということですね。それから、この人はですね、京都大学の、教授だった人なんですけども、河合駿っていう人でですね、非常に優秀だったんで、文部科学省の文化庁の長官もしてしまった人なんですけども、この人が、このですね、本の中でですね、前世っていうのはこういうもんですよっていうのを言ってるんですね。どういうのかというと、表面識と潜在識があってですね、潜在識下にさまざまな人格が存在してるんですよと、私たちは。で、このどうして、この人格が存在するのかというのはまだ現代科学では分からないんだけど、この人格が存在するということは確かなんですよ。そしてこの一番上の部分がですね、この部分の情報が先ほどの統合膜というふうなものがですね、緩んで上の方に上がってきたときにですね、我々は、自分のですね、人生、子供の頃からですね、いろんなことを体験するというふうなことですね、このところで、分かって、子供の頃の心の傷を癒しましょうとか、インナーチャイルドの癒しをしましょうとか、延命対抗療法をしましょうとかっていうのは、ここからのデータをですね、表面識に入れてるんですね。で、ここからのデータじゃなくって、今度は別の人格からのデータを、催眠とか瞑想っていう方法で表面識に上げるとですね、このところは今の自分が生きていることがそのまま出てくるんですけども、これはですね、時代も国籍もですね、性別もですね、違うデータがですね、出てくるんですね。それを読んで、ね、これをですね、前世というふうな形でですね、昔の人は読んだと。で、この通りの前世にというふうな感じで別のものが入っている。前世さん、前世のと、ものすごくたくさんのですね、この前世のデータが入っているんですね。この前世のデータ全体で、現在の我々のですね、性格が作られているので、年齢対抗療法とか、対抗催眠療法っていうのは、このところのデータしか取ってこないですね。ですから、このデータを一生懸命癒すっていうことは非常に重要なんですが、他のところもですね、癒してあげないとなんだと。その癒す方法が前世療法、あるいは過去性回帰療法っていうのを呼ぶんですよってことですね。で、これをこの人が手を振っていると。それで、この前世があるとしてですね、で、輪廻転生っていうのがあるとすると、どういうふうなことが言えるだろうかというと、私たちのこの魂っていうのはですね、この肉体でもって、現在の自分の肉体でもって何をするかっていうのはですね、あらかじめ他の魂とともにですね、約束をしてきているんですね。ですから次回の、水曜日のですね、この、時間にはですね、魂の約束、自分のお父さんとの魂の約束、自分のお母さんとの魂の約束、自分のさまざまな自分の人たちの魂の約束はどういうような視点だろうか。で、魂の約束を知ることによって、これから先の自分のですね、人生はどうなんだろうか。それからその自分のですね、人生の目的はどうなんだろうか。人生の目的の実行法はどうなんだろうか。そういうふうにですね、魂の約束というふうなものを次回のこの水曜日にはですね、取り上げるんですけれども、で、その魂の約束をですね、達成するためにですね、達成することによって魂が成長する。
それと魂の成長のために作られた人生のプログラムというのを携えて我々の体の中に入っていくんですね。でこの時に人間で言えば善人でいつも会いたいというふうに思うんですけども、魂の立場というのはですね、この人間の善悪とですね、魂の善悪と違うんですね。魂の善というのは成長、魂の成長のためですね。ですから極悪人の人生も体験しないと成長しないんですよ。というか女性ばっかりやってると男性の人生が分かんないのと上手に成長できないんで男性の人生もありますよ。それから一等人ばかりやってると他の国の人のことが分かんないというのでアメリカ人もありましょう、日本人もありましょう、凡人ばっかりやってると人生にスパイスが効かなくなってくるので有名人もありましょうですね。いろんな人生を体験することによってですね、魂の成長を促すというふうなことがですね、重要であるというのは魂の目的なんですけども、でそれからまたこのソウルメイトっていうふうな言葉を聞いたことがあると思うんですけども、ソウルメイトっていうとなんか恋人同士っていうふうなことを言う人が多いんですけども、実はですね自分のお父さんやお母さんのソウルメイトだったみたいなことなんですけども、ソウルメイトっていうのはこの、魂っていうのはですね、グループで転生するというふうな、グループで転生をしてお互いにお互いの魂を見受け合うっていうんですけども、その時にですねこういうふうな近しい関係にあるというのでですね、ソウルメイトというのが分かるんですけども、でまずそのもしかしてですねの話なんですけども、自分のお父さんが自分のことをですねとてもひどく扱うと、どうしてお父さんはそんなにひどい人なんだろうというのでですね、前世療法をずっとしてみるとですね、ある前世ではですね過去世同じ意味ですけども自分の敵だったと、でこのところの関係をですねこの想念意義というふうなものを外すことによって、よくしていくことができるんですね。そうすると今世のお父さんと自分がですねいい関係、それからこの自分の恋人、なんか昔から恋人っていうのが来ますと、でだけどなかなかうまくいかないんだよねとかと思ってですね、前世をしてみたら、ああ前世の夫婦だったんだけどもあまりうまくいかない夫婦だった、じゃあこの少年に外してあげればとてもうまくいく、恋人同士になるという感じですね。それから上司と部下、自分が部下でですね上司がいて、この上司がガミ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 うるさいと、どうしてこんなにガミガミいいんだろうと一緒に前世療法してみると、あ前世がガミガミうるさったですね、でこのエネルギーを外してあげればですね、いい関係の上司部下関係になると、だから自分の自身からのそのエネルギーを外してあげることによって前世からの悪影響をですね取り除くことができると。で先ほどですね、体験していたガイドなんですけども、この学校生会議の案内をしてくれるわけなんですが、この光の玉として感じてもらうというね、光の玉を感じていたんですが、でなぜかというと光合神話を感じるときにですね、この、ブッダの五号とかですね、それから天使の輪っかとかの光なんですね、こういった光をイメージすると思う。でこの光がこんな感じの人型、こんな感じの人型、インディアンの宗長とかですね、理想化された自分自身とかご先祖様とかっていうそういう人型になって、でその人型のそのものをですね、前世の案内をしてもらうというふうにすると思う。でまず一番最初のシーンはですね、自分自身の特定をしましょう、過去世の自分自身というのは誰なんでしょうとですね。でこの時にですね、直感をフルに活用して使ってくださいと。でまるで自分がこの前世からの情報を逐一取りましょうと、前世以外の自分の思考は全部排除しましょうとかっていうふうにするよりもですね、自分がまるで電気作家になったかのようにですね、どんどんその書いていくというふうにするとですね、どんどん出てくるんですね。で実際に瞑想の練習をしてとか催眠の練習をずっとしていくとですね、頭の中にものすごくメッセージが浮かびやすくなってくるんですよね。でそれで、世の中でですね自動書記とかって聞いたことあるかと思うんですけども、もう頭の中に次から次へとメッセージが浮かんできて、それを紙に書くと本になってしまったとかですね、でそういったこともですね、この瞑想によってできるんですが、それと同じような感じで、この前世の情報も自動処理状態で思い浮かべちゃいましょうみたいな感じで、ここで戻ってきます。で、それからその自分の名前っていうのはどういう名前かっていうのをですね、感じ取ったりなんかするんですけども、後で人面辞典やインターネットで調べて、正確な自分自身を確認しようとかっていう、前世ってこれ本当に自分の前世だったら確認しようとかっていうのをしますと、安定に緊張したって出てこなくなりますんで、この音の連続、浮かんできた名前を選択せず、単なる音の連続というふうな感じですね、受け取ることですね、受け取ります。で、自分の名前とか、自分がどんな人なのかっていうのがですね、この辺分かったら、今度は次の場面。次の場面はですね、ここって書いてありますけど、どんな仕事をしてるか。
自分はですね、どんな仕事をするんだろうかというような感じでですね、見ています。まあ、これは現代の過去ですけど、ね、こんな感じのですね、ことをする。それから恋愛や結婚の場面というのが出ています。で、その次はですね、自分の人生にとって重要な場面というですね、いきます。で、この前世のですね、いろんな場面に共通してなんですけども、自分がですね、前世、過去世を体験する覚悟ができてないと、この鳥のように空を飛んでるというふうなシーンが出てきてしまって、地上に降りられないとかですね、それから山の上から麓を見下ろしているまで千人のような感じになってしまっているとかですね、あるいは周りにはたくさんの人がいるんだけども、自分がその中に入っていく通りになっているとかですね、それから、このリアルな、感覚じゃなくてですね、このマグチックな感覚がですね、風景が 頭の中に広がっているとか、こういうふうな状況が出てきた場合には、自分の過去性を体験する覚悟ができないと思いますね。でこんな時には勇気を持って過去性の自分になりきろうというのもともく言っちゃいますね。勇気を持って。で、今度はこの死の部分というのを体験していただいてですね、で肉体から抜けて泣きがらや人生を感じるというふうに振り返るというようなことをですね、体験した方がいます。それで、で実際の催眠療法の時にですね、とか、にやるその前世療法っていうのはもっと詳しいところになりますけども、今日は体験をしていただきたいということで、ああいうふうなところにですね、終わりにしておいてあります。ほんで、この前世療法中に重要なのはですね、自分の記憶にないものは分かんないんだと。だから、本当のなんかまさにその正真正銘の前世だけの情報しかやってこないというふうなんじゃなくて、頭の中に湧き上がってくるものっていうのはですね、この自分の頭の中にあるものが浮かんでいると。例えばですね、日常生活で考えてみますと、周りの刺激や情報をこれまでの私たちの記憶をもとにして脳が解消する。だから自分が知らないものは分かんないわけですね。知ってると適切に対処できる。だから翻訳や本を読んでいると。前世療法っていうのは実際はですね、自分が主人公のですね、伝記なわけなんですけども、その本とかですね、翻訳をしているときにですね、本からの情報っていうのはこれまでの記憶をもとにするのが解釈する。だから自分の生まれ育った場所は専門分野の内容を書いてあるとですね、著者以上に詳細に条件が頭に入ると。それと同じように過去世の回帰のときも、過去世の情報をこれまでの記憶をもとにしてですね、我々の脳が解釈する。ですから自分の歴史的知識や解釈が出てきてしまうと。で、だからこの例えば自分がですね、歴史が大好きだとか、それでいろんな歴史書を読んでみると、いろんな諸説があってですね、でどれが本当だか分かんないと。というのは自分はこの説をやっぱり推してるんだよなみたいな感じになってですね、いるとですね、実際に過去世回帰をするとですね、自分が正しいと思っている前世が出てきてしまいますので、ですからこういうふうなですね、前世歴史がいかに正しいかいかないかとかっていうのはですね、前世療法でもって検証するということができるんですね。それでですね、次にこの本を読んで翻訳するときには、本の情報を自分の記憶を参照し理解するっていうふうなことは理解できると思うんですけど、過去世会議のときにも過去世からの情報を自分の記憶を参照し理解するんですね。ですから自分の記憶の中で過去世の情報としてやってきたものに一番近いものを探してですね、当てはめると。いや、結局インターネットでですね、検索を、なんかキーワードで検索をするときにですね、自分の思い通りのものっていうよりか、自分が入れたキーワードの中で一番なんていうんですか、Google がなんかがですね、決めてそれがふさわしいと思ったものがですね、出てくるというふうな感じですね。ですから、そのまさにそのものが出てこないと。だから前世もそうなんです。ですから、やってきた前世の情報が、この前見た映画の一場面のに最も近ければですね、その映画の場面が頭の中に浮かんできてしまうということが起きてしまうんですね。ですから、前世療法をやってるのに、急にですね、なんか、この前見た映画が出てきてしまったっていうふうな感じがあったりとか、何か、獣道を歩いてるのに、なんか、ふとしたきっかけでですね、急にビルが現れてきてしまったりとか、そんなことができてしまうと。で、そういうのが起きてしまうんだよっていうのを事実を知らないと、混乱し、過去世のストーリーの本筋から外れ、映画の応援がずっと続いてしまう。で、そういった感じでですね、そんな時にはどうすればいいかというと、慌てないで映画の本筋に戻ろうというふうにするとですね、映画じゃない、間違いない、前世の過去世の本筋に戻ろうというふうにすると戻ります。ですけども、この時に、あ、どうしようと。
先生の方失敗しちゃったよと思ってですね、あたふたしてしまいますとですね、この映画のストーリーがですね、ずっと続いちゃいますのでですね、このところは気をつけてください。それからまた、私たちの潜在意識にさまざまな人格が存在すると。あるこの、江戸時代のですね、お姫様という人格があったらですね、この西部名のアルプレモノとかっていう人格もですね、我々のその潜在意識の中にあるわけなんですけども、でそうすると、この、江戸時代のお姫様の役目をやっているときに、あの前世をですね、自分が体験しているときに、なんか、忍者が足を踏み込んできてですね、自分の命を狙っているというふうにしたときに、自分のお姫様のものですと、やられてしまうと。やられたくないと。そういうふうに思うとですね、お姫様でいるよりも、こっちの方が絶対に強いんじゃないかというんでですね、あの別の人格をですね、あの潜在意識から、あの表面意識にですね、追われてしまうということなんですね。で、あるいはですね、自分がお姫様で、あの、あり続けると、このままの真をずっと見続けていると、自分が殺されてしまうと。じゃあ、そしたらじゃあ、あの過去生の回帰をそこでやめてしまえばいいんだっていうんでですね、持ってしまうと、過去生の情報もそこで何も出てこなくなってしまう。こういったことも起きちゃいます。で、こういった時には、実はピンチじゃなくて、大きなチャンスなんですね。どんなチャンスかっていうと、過去生のその場面が、今生の自分に大きく影響しているので、その場面を体験するのが辛くなった。だから、この過去生の自分がやってることと、今生の自分がやってることとですね、同じようなことが発生しているんで、このままやってると、今世の自分が辛いなと思うのと同じような感じの場合になってしまう。それは困るっていうので、こうになってしまったんで、で、この時にはどうすればいいかっていうと、勇気を持って体験するというふうになると。で、そうすると、お姫様として殺されてしまうか、あるいは危険を聞かせてやっつけるということができてしまうということになるんですね。で、そういうふうなことによってですね、あの、現在の自分が持っている問題の解決の糸口になると。自分も何か問題が起きたらすぐに逃げたいというふうに常日頃から思っている。あ、それ逃げるんじゃなくて、どうにか、しようと思えばどれがなるんだなというのが分かっていきたいところですね。そのようなですね、さまざまな問題の解決の糸口になるのでですね、しっかりと、体験してしましょうみたいなです、ね。それから、あとはですね、いろんな、ことをして、実際の前世療法ではですね、過去生からの悪影響を取り外すとか、いろんなこともするんですけども、今回の場合はですね、とりあえず過去生というのはこういうものだというのを体験するのでですね、こういったことは今回はしないです。うまくいくようにですね、全部、ガイドにですね、任せてしまいますのでですね、こういったことを自分でしなくてもガイドの方がちゃんとやってくれると。それからまた、前世療法とかっていうのを何度も受けた人の場合には、やり方が分かってますんで非常に上手にいくんですけども、初めての場合にはですね、一番最初が一番下手くそ。ですから今回これがやるのはですね、うまくいかなくてもあまり気にしないでください。2回目、3回目ってやってくればですね、うまくいきますし、2回目、3回目もできるようにですね、メンバーサイトという、そこのところに行きます と、自分でですね、前世療法ができるような、そういったあの誘導が、アップロードしているところがありますので、ですね、そこに行った後であのやっていただきますと、前世にですね、前世を何度も体験することができます。ですから、今回の場合にはですね、そのやり方というのはこの感じなんだというのを分かってもらうというようなことでですね、前世が堪能できなくても、それは自分がまだ、前世療法の初心者なんだというような感じですね。軽い気持ちでやっていただきますと思っています。で、また、この様々な時代を体験することができるんですけども、意識の片隅に文字通り、過去性回帰は過去を体験する方がいいと。大昔を体験する方がいいと。で、どういうことかっていうと、様々な人格があるというふうに言ったんですが、今世の人格、この平成の人格以外にも、昭和の人格とか、昭和の時代に生きた、あの人格とかですね、大正の時代に生きた人格とか、明治の時代に生きた人格とか、たくさんあるんですね。それからあと平成の時代に生きている人格も、今の人格以外の人格もですね、中に入ってるんですよ。で、そうすると、そこからの人格の情報を、現在に近い、とですね、自分の情報を、自分のこの一番下の上にあったですね、年齢対抗療法の時に、取り出すところから、全情報を取り出しているのか、あるいはそのもっと下の方の情報から取り出しているのか、区別がつかなくなってくるんですね。そういうもんで、昭和の情報と前世とか、明治の前世とかじゃなくてですね、もっとそれよりも少し前の前世で、日本じゃないかったらもちろん近くてもいいんですけどですね、日本の場合にはそのなるべくこれよりも昔と、それから外国の場合にはこんな例えば昔みたいな、そういった要因ですね、
この他の前世の他のその人格の記憶が出てきたのの特別がつくような、過去というのをですね、体験してもらうと。でこの今から10万年前にですねホモ・サピエンスが発生しました。ホモ・サピエンス今の我々の種ですけどもですね、この発生したんでまだ10万年なんでですね、かなり多くの、この10万年間の間に輪廻転生しておりますんでですね、この今世に近いところからの前世を取り出さなくてもいいわけですね。ですからこのこれよりも昔の時代を体験するんだっていうのをですね心がけていればですね、混乱するようなことは少なくなりますんでですね、それをですね心がけていただきますというところで、これからですね、午前中は2分上面でやったんですけども、もうちょっと長くやりたいという要望がありましてですね、3分1方面というふうな感じでやります。その代わりその場面はですね、数は少なくしてます。数は少なくしてるんですけども、じっくりとですね感じていただきますんで、3分1方面で進んでいくと。それでこの3分1方面でですねやっていくときに、この過去性解決を考えないと、こういうふうなことをですね、しっかりと思ってください。それから考えないっていうのはですね無になるってことじゃなくてですね、思い浮かせたことを詮索したり否定したり解釈しないと。でこういうふうなことをおっしゃいますとですね、瞑想中はですね頭はフル回転の状態になるんで、頭が衰えたり頭痛がしてしまいます。ですから瞑想中はですね詮索したり否定したり解釈しようと思って考えないと。思い浮かべさでは書く、思い浮かべさでは書くというふうなことがあります。そして、この3分間の間にですね、筆が止まった場合にはずっと目を開いているとですね、どんどん瞑想の状態が覚めてしまいますので、目をつぶって深呼吸を3回するというふうなことをやってください。目をつぶって深呼吸を3回すると。でそれ で,、でまたですね、思い浮かべせて紙に書くというふうなことをしていきますという感じでですね、やっていきますと、とても上手に、何度何度も、また家でも練習していただきますと、本当にですね、いろんな人生をですね、体験することができます。それから実際にラディアンスの瞑想セミナーを受けていただいてとか、前世療法を受けていただきますと、もっと上手にですね、体験することができると思います。それでは実際にですね、これから行っていきましょう。そして大体ですね、30分ぐらい影響かけてありますのでですね、楽しんでください。いいですか、いきますよ。目をつぶってよ、深呼吸を一回してください。これからソニックメディテーションを使って前世を体験するということを行いましょう。意識を第一チャクラ、鼻底骨あたりに向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を鼻底骨あたりに向け、爪を突きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。赤色の光を吸い込んでいるところをイメージしてください。そして吐く息とともに鼻底骨のあたりが温かな赤色に輝いていくところを想像してください。爪を吐きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第一チャクラを開くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍当たらせて自分自身か母なる大地のエネルギーとしっかりとつながっているところをイメージしてください。大きな安定感を寝ている様子をイメージしていると、心が豊かになりとってもいい気分です。雑念が浮かんできたら、目の前にとうとう倒れる宇宙のエネルギーの流れを思い気の中に舐め込んでしまいましょう。眠気の誘いになったら、手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてください。今度は意識を第二チャクラ下に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下に向け爪を解きながら、お腹を引っ越しながら、
口角を上げて鼻から息を長く吐きます。うん、そしてお腹を膨らませて吸う息とともにオレンジの光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに下腹がただがオレンジ色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。うん、そしてお腹を膨らませて吸う息とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに下腹が温かなオレンジ色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第二チャクラを開くと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍を踊らせて自分自身から生きる希望にあふれている様子をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうしていると心の豊かになりとってもいい気分です。意識をみぞおちに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きます。おそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに水落ちがきれいな黄色に輝いていくところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。おー第三チャクラを開くと自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍当たらせて呼吸とともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてください。大きなパワーが湧き上がってくる様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。おあそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに胸がきれいな緑色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。あー第四チャクラを開くと無条件の愛を感じます。想像力を100万倍働かせて自分自身か自分を愛している様子を考えてみてください。他者を愛している様子を曲がってみてください。そうしてると他者からも愛されとっ
ってもいい気分です。今度は暗式音第5チャクラ、喉に向け何度も深呼吸をしてください。意識を喉に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長くかけましょう。そして、お腹を膨らませながら、吸う息とともに、青い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに喉が美しい青色に輝いているところを想像してください。お腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第5チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も心よく聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。さあ今度は意識を第6チャクラ、頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに藍色の光を吸い込んでいるところをイメージしてください。吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第6チャクラを開くと素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が真実を見通している様子をイメージしてください。直感力にあふれている様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。雑念が浮かんできたら、決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを描き、その中に投げ込んでしまいましょう。そして眠くなりの操作に乗ったら、手と足の筋肉にぐっと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第7チャクラ、頭頂に向けて何度も深呼吸をしてください。意識を頭頂に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きます。お腹を膨らませながら、吸う息とともに紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。
吐く息とともに頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きます。第7チャクラを開くとワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍たらせて自分自身が工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。そしてすべてを理解しすべてを知るすべては一つであるというワンネスの世界をイメージしてください。そうしてると心が豊かになりとってもいい気分です。さあこの高い意識状態において前世を体験するということを行ってみましょう。まず意識を頭上遥か彼方に向けてください。そうすると美しい光の一点が近づいてきます。そうです。その光はあなたの過去性解決の案内をしてくれるガイドの光です。ガイドの光、想像力を100万倍たらせと思い描いてみてください。宇宙の中心から光も速い速度であなたの元にやってきてくれるガイドの光、ガイドの光はあなたの目の前ですーっと止まります。ガイドに出会えたことに感謝をしガイドを観察しているとやがてガイドは光の友から人型となります。どんな人型になったのか想像力を100万倍たらせてでっち上げで良いのです。作り事で良いのです。目の前に親愛なるガイドをイメージしてみてください。そしてあなたが足を一歩前に踏み出すとガイドはスーッとあなたの元に近づいてきます。ガイドのことをギュッと抱きしめましょう。そうするとガイドも抱きしめ返してくれています。さらにギュッと抱きしめるとガイドはあなたの体の中にスーッと入っています。ガイドの右が胸からの足のつま先、胸から手の指先、胸から頭のてっぺんまで広がっていきます。ガイドのエネルギーが体の中に満ちとってもパワフルになっていく自分自身を思い描いてください。とっても明晰になっていく自分自身を思い描いてください。さあこれからガイドとともに過去性の旅を始めましょう。自分の肉体からスーッと抜けていってください。自分の肉体から抜け入れ眼下を見下ろすと自分の座っている椅子に座っている自分自身が観察されます。そして自分のいる部屋が観察されます。自分のいる都市が自分のいる国がそして星が地球が見えてきました。そしてさらに太陽系宇宙が見えてきました。銀河系宇宙が見えてきました。そして宇宙の中心に行きます。そして宇宙の中心から持ってくるとあなたは地上に降りて肉体を持ちます。まずさまざまな銀河系を観察し地球が所属する銀河系の中に入りそして銀河系の端っこの方の太陽系の方に行って太陽から見て3つ目の星の地球の周りをぐるぐる回っている様子を思い描いてみてください。青い海、緑の大地、雪をいただいている山々、さあ白い雲も見えています。地球の周りをぐるぐる回っている魂としての自分自身を思い描いてみてください。地球の周りをぐるぐる回っているとやがて自分がこれから肉体を持つそんな時間と空間を感じられます。さあこれから地上にスーッと降りていきましょう。スーッと降り立ったその場所、その場所はあなたの過去性の一場面です。想像力を100万倍たらせてまるで自分が電気作家になったかのようにあたりの様子をどん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 紙に書いていきましょう。
一つのシーンで3分間ずつ、正味2分半の間、自分が感じることをどんどん書いていってください。つーっと降り立ったその場所はどんな感じがする場所か書いてみてください。はい、お願いします。山の中だったりとか、街の中であったりとか、周りに人がたくさんいたりとか、自分一人しかいなかったりとか、どんな場面でしょうか？そしてさらには自分の手を見たとき、自分の手は大人の手ですか、子供の手ですか、老人の手ですか？そしてその手で自分の体を触ったとき、髪の毛は長いでしょうか、短いでしょうか？衣類はどんな色をつけているでしょうか？どんどん紙に書いていきましょう。そしてズボンを履いてたり、スカートを履いてたり、自分の体を自分の手で想像力を100万倍働かせて触っていると、自分が男性か女性か感じられます。さあ、それを紙に書いてください。そしてさらには辺りの様子をぐるーっと見渡してみると、時代を感じることができます。あなたがいる時代はどんな時代でしょうか？想像力を100万倍働かせて、はっきり分かってから書こうとするのではなく、なんとなしに思い浮かべては、どんどん紙に書いていきましょう。自分が電気作家になったかのように、どんどん紙に書いていってください。そして周りに人がいるとすれば、どんな人たちが周りにいるんでしょうか？周りに人がいなくて風景だけだとしたら、どんな風景が周りに展開してるんでしょうか？どんどん紙に書いていってください。そしてあなたの名前も紙に書いてみましょう。あなたの名前も紙に書いてみましょう。正確な名前を思い出そうとするのではなく、なんと足に浮かんできたの音の連続。もしなかなか思い込んでこないようでしたら、名付けてしまっても構いません。さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は自分自身がどんな職業に就いたか分かる場面に行ってみましょう。どんな仕事に就いたか分かる場面。さあ、自分が何か仕事をしている場面が浮かんできました。どんな仕事をしているでしょうか？どんどん紙に書いていってください。そこのところには人がたくさんいるような感じでしょうか？自分しかいないような感じでしょうか？紙に書いてみてください。そしてそこで自分がどんな仕事をしているような気がしますか？はっきりと分かったことを紙に書こうとするのではなく、なんとなしに思い浮かんだこと。自分自身がまるで電気作家になったかのように、自分の様子をどんどん紙に書いていってください。
今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度は自分が結婚したかどうかが分かるような場面に行ってみましょう。自分自身が結婚したかどうか分かるような場面に行ってください。そして頭の中に展開してきてるさまざまな場面を紙に書きましょう。はい、お願いします。恋人と一緒にいる場面とか結婚式の場面とか家族と一緒にいるような場面とか、あるいはそういったことを一切なしに、自分は結婚しなかったかもしれません、結婚しなかったら結婚しなかった、そんな場面を感じ取ってみてください。さあ書いてあることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。今度は次のページです。さあ今度は自分自身のこの人生の中で重要な場面、そんなキーワードで思い浮かぶ場面を紙に書いてください。重要な場面、人生のさまざまなイベントとか自分の人生に起きたさまざまな事件とか、重要な場面を漢字紙に書いてください。そんなキーワードでどんな場面が浮かんでくるでしょうか。
サイム書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度は死の場面に行ってみましょう。死の場面、自分が病死するのか、それとも老衰か、人から殺されるのか、事故で死ぬのか、怪我で死ぬのか。さあ自分の死の場面行ってみましょう。どん、死の場面というキーワードでどんな場面が浮かんできているでしょうか。その様子を紙に書いてください。あれやこれ浮かんできたら、一番最初に浮かんできた場面を優先してみましょう。そして魂として自分の亡骸、そして人生全体を振り返ってみてください。どんなことが浮かんでくるでしょうか。自分の人生はこんなことのためにあった、そんな様子を描いてみてください。そして今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。そして自分自身の魂が幾重も旅を続け、自分の体の中にスーッと戻ってくる様子を描いてください。そして自分の肉体を感じてみましょう。そして自分のガイドも感じ取ってみてください。自分のガイドに今回の過去生の意味、それは一体何だったでしょうか。自分は何を知るためにこの過去生を体験したんでしょうか。聞いてみてください。深いところのメッセージがやってきます。どんなメッセージがやってきてるでしょうか。心の中に浮かんでくることをどんどん紙に書きましょう。その過去性を体験したことによって
自分はどんな良い影響を受けているんでしょうか、どんな悪い影響を受けているんでしょうか。それらをガイドに聞いてみてください。そして自分自身がこれから先どのようなことに心していけばいいのかも聞いてみましょう。浮かんでくるメッセージを次から次へと紙に書いていってください。それも書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。そしてガイドに出会ったこと、過去世を体験できたことに感謝をしていると、ガイドは自分の目の前にスーッと姿を現してくれます。そしてさらにガイドに感謝のエネルギーを送っていると、ガイドは人形から光の玉になり宇宙の中心にスーッと戻っていきます。感謝とともに見送ってあげてください。見送ったら意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻します。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めます。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラの頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが静まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが静まります。第3チャクラ、みぞおちのエネルギーが静まります。第2チャクラ、下腹のエネルギーが静まります。そして第1チャクラ、尾てい骨あたりのエネルギーが静まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。どんな感じだったでしょうか。どうでしたか、感想を教えてください。感想をよろしくお願いします。あの、なんかどこの国の何ていう人でとか、今回本土に行ってラープだとおじいさんでした。あ、はい、でどんな人生だったんですか。全然今の状況分かってないんですけど、あの、まあ、多分若干お子さん的で、でもほとんど喋らないお子さんで、うん、なんか表情だけでこう人をこう人と対比していくみたいな人でした。うん、その時は、まあ、あれもなんかお子さんだけど結婚してましたね。奥さんいます。
影響とか悪影響とかいい影響。悪影響はやっぱりその放送なので私狭い世界で生きてたなって思います。あんまそのいろんな人とやるじゃなくて、お寺の中でこう生きてて自分が増えていくというか、本当にお寺に来る人飲んだりとかで一生が終わってしまいました。ありがとうございます。お便りはどうですか。ちょっと要点は言ってないんですけど、ロンドンとかなんか古い外国みたいな感じです。僕自体はあんまりこう水ぼらしい格好した人で、宝くじなのか映画のチケットなのかよくわかんないんで、せわしく紙を人に配るみたいな仕事してます。で結婚はしてるんですけど、なんか気の強そうなシンデレラみたいな人で、で身分の違いにちょっとコンプレックス持ってますみたいな感覚がありました。であんまり良くない話なんですけど、なんか結構どのシーンも大雨が降ってて、で、あの黒い車で、人生の中で重要な場面が、こう人を殺しているような感じなんですよね。最初僕が殺されているのを殺しても分からなかったんですけど、殺してる方で。で、あまりこれに罪を感じてないという。一応メッセージとしては、あの人を殺す体験をすることと、罪と罪悪感を感じずにその体験をすることを、まあ、この現世というかこの時代では経験するためにそうした。今の時代、今の現世では、まあ、そういう経験をしておいて、なんか悪を持つことで、まあ、ちょっと楽に人生を生きようというメッセージがあるっていうふうに取られました。なんかちょっと面白かった。期待し、想像しないところにこう持っていかれたような感じがあったので、その午前中も来たんですけど、午前中の時はなんか自分で操作しているような感じがありましたけど、今回はあんまりなかった感じです、うん、回数繰り返していくとどんどん上手になってきますの で, です、ね、楽しみにしてください。ありがとうございます。どうでしょうか。私はペルシャ時代、ペルシャ地方の そのくらいの時代の女の人がしたんですけど、それから時代が変わって今度はその中世のヨーロッパのような感じの女の人だったんですけど、なんかどちらもよく似ていて、あの特別何もなさない人生ってちょっと家庭がちょっと寂しかったかなっていう感じで、なんか最後の方にこう格好さに読むとかだと、なんか今の自分が思っていることとなんか似てるような気がしました。やっぱりね、そのガイドがそういうのが現在の自分に役立つような人生を見せてくれますので、ですね、そういったことが起こるんですよね、はい、ありがとうございます。どうでしょう。僕はなんか女性の意識な感じがして、ヨーロッパでちょっと場所はわからないんですけども、最初はなんか仕立て屋みたいな感じの仕事をしてたんですけど、結婚したところがなんか良かったのが、最終的にはすごいなんかこう高貴な公的な貴婦人みたいな感じになっていて、でいい感じで なっていくんですけど、ただなんか自分の人生をコントロールできる範囲がもうほとんどなくて、まあ、いい人生なんだけど面白くないみたいな感じで、でまあ、メッセージというか、今今世は、まあ、その分だけ公的というよりも私的になんかこう自分でコントロールして作っていく体験をするみたいな、まあ、そのこうコントラストになっているのかなというふうに思いました、うん、ありがとうございます。どうですか。アメリカの農村の小さな女の子でした。で農村でヤギや羊を飼うお仕事をお家がやっていて、でその農場がすごく大好きで、ずっとこうそれをやっていく人生で、でお婿さんをもらって、でそしてで馬子たちも囲まれて、でなんか自分は何もしてないのに、家族がみんなが素敵だったから幸せでしたみたいな人生を。それからなんか
今世、最後からのメッセージ。あ、最後からのメッセージはね、そう、その逆を今回は体験したかったんですよっていうのを言ってきて、だからこれからは好きなことを大切に、ちゃんとやりたいことをやっていきなさいみたいな。ありがとうございます。という形でですね、この前世というものを、ね、この体験すると結構楽しいことが起きたんじゃないかと思うんですが、それで、ですね、ここで、この催眠とか瞑想とか、いろいろ、あるんですけども、この催眠というのは、年齢対抗とか前世療法とかが得意なんですね。でそこで催眠で過去を後悔することなく生きること、催眠をたくさんやりますですね。それから瞑想というのは、未来に意識の意味を送ることができるんですけども、今日は意識の意味を送ることだってやったんですけども、別のセミナーでですね、そういったことをやったりとかするんですが、でそうすると瞑想でですね、未来にこんなことが起きたらどうしよう、あんなことが起きたらどうしようというのでですね、心配しないことができる。ですから催眠で過去を後悔することなく、瞑想で未来を憂うことなく、今ある現在をしっかりと生きるというふうなことをですね、2つをしていくことができると。そうすると現在の連続が人生になってきますので、自分の人生をですね、楽しく生きることができるということになります。そういったわけでこの今日ですね、瞑想で前世を探る体験していただいてどうだったでしょうか。また感想をよろしくお願いします。そしてこちらのことです。すいません、最後のところで思いをかけずいろんなことが浮かんできたんですけど、最後のところでガイドが言ったことですか。これがなんていうか、自分が考えたら考えてることがどっちになってないのか、ちょっと心配。あまりですね、心配しないでですね、その時にはガイドにですね、また聞くんですね。一体これって何なのとかって感じですね。そうすると、あ、こういうその私があなたに伝えたかったことっていうのはこういうことなんですよっていうのをですね、また教えてくれますんで、なんていうんですか、ガイドというのをその絶対心みたいな感じに取るんじゃなくて、自分のなんかお友達みたいな。なんか自分のことをよく知っているお友達、友達に言うと私のことをいろいろ教えているみたいなですね。そうやってやってみるとですね、いいですね。そうすると、それって一体何なのって、また、あとですね、瞑想をしたりとか、自己催眠をしたりとかするとですね、ガイドも自在にメッセージを受けているようになってきますのでですね、そっちの方もやってみるといいと思います。ありがとうございます。どうだったでしょうか。仕事とかで、人と接するときもコントロールできず、人と悪意を持ってこう接してしまうことがあるんですよ。でその辺を邪念がそうさせてると思ったので、そういうところをコントロールできるようにしたいなっていうようなことを考えつつも、今日のこのスタイリングの中で、そういうふうになんか人と接するときに悪意を持つべくして持ったみたいな。ドライバーと今回はしたので、このまま行こうかなと、この感じでもちょっと興味でした。まあ、いいか正しいかどうか分かんないですけど。ありがとうございます。実際に催眠療法を受けていただいてとか、瞑想セミナーに参加してですね、自分の心の底っていうのは一体どんなふうに思ってるんだろうっていうのを探っていくことができるんですね。で、それからあと、この人、それから実際に自分の今ガイドに出会ったのと同じように、相手のガイドというのを感じることができるんですね。そうすると相手のガイドと接するときには、相手と接するときにはどうしたらいいのかというのをガイドに聞くとですね、また教えてくれるんですね。かなり便利なのでですね、こういうのを活かしていただくといいと思います。はい、ありがとうございます。いってらっしゃい。今後自己催眠で5分くらいしかかけなかったので、そこで慣れたんで、今日は結構かけたので、大丈夫だったなって、自己確認。ガイドは今だったと同じ人です。なんか女性はちょっと、戦士みたいな感じになってるんですけど、ガイドっていうのは、いつもだと話し上げ的な人しかできなかったんですけど、今日は守ってくれみたいな人ができたので、安心して、こう、ね、体験することができました。ありがとうございます。
ね、そういったいろんなきっかけをですね、ナジャさんに来ていただきますと、ヘルプができますので、たくさん来ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では、私は。世界記のワークがすごい面白かったです。はい、なんか、いろんな、どうしてこういう人生なのかとかが、いろいろなんか分かってくる気がします。ありがとうございます。瞑想、そのソニックメディテーションのですね、瞑想セミナーの、中でもですね、瞑想で過去世を体験するとかっていうのがあるんですね。で、それでそのソニックメディテーションでいつも瞑想をしてですね、潜在意識にアクセスするというのが得意になっていましてですね、本当に楽しい、いろんな場面が出てきますのでですね、そうすると今の自分というふうなものをしっかりと見つめていくことができます。ぜひとも参加してよろしいと思います。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。瞑想はなんかすごい音の気持ちよさがあって、普段家であるので気持ちがあってよかったなっていうのと、あとその前世を体験することで、なんかこう前世でもこの体験してるから今世はもうその体験はいらないやっていう感じで、よりこう今に集中しやすくなったような感じがしました。 ありがとうございます。ものすごく多くのですね、前世というのがあって、でそこのところで何度も何度も体験をしつつですね、その体験が想像を入れると次のレベルの体験、この体験をまた次のレベルの体験というのですね、なってきますので、だからどんどん卒業みたいな感じですね、やってくるんですね。でそれで我々はこの人生80年を使ってですね、一つのそのテーマを達成していくんですけども、前世療法という形でですね、いろんな自分の前世を体験すると、その一生分の体験をそのなんて言うんですか、非常に短い時間でですね、できるというのですね、自分へ その魂の成長がですね、より早くなっていくというのですね、何度も何度も体験したいと思いますよね。はい、じゃあそういったわけでですね、今日は、瞑想で前世を参加、どうもありがとうございました。